カンダマ、カクカクは、慶應による台湾の小説三部作。また、それを原作とした中国と台湾の共同制作によるテレビドラマ、全三シリーズ。カクカクは、満州語で、姫の意味という。テレビドラマは、日本では、カンタマ姫プリンセスの作り方という放題で、第一シリーズのみ、3テレビ、新潟テレビ21。 地味テレビで日本語吹き替え版が放送された。県隆帝の治世が始まり24年目のある日、祭祀のため天壇に向かう皇帝の姿を一目見ようとごった返す路傍の民衆の中、驚愕の声を上げる一人の少女がいた。お嬢様、あれは昭園市では腰の上から民衆に手を振りつつ進んでいく姫君。それは驚愕の声を上げた少女金佐が幼い頃から、 駒遣いとして使えるお嬢様である夏日が、北京で岸妹のちぎりを結んだ長屋住まいの貧しい、少女、荘園子だったのだ。しばらく前から、行方不明になっていた、荘園子が、なぜ姫君に二人、そして同じ長屋に住む柳屋をやぎくれないの兄弟は、必死に、荘園子に呼びかけるが、彼女は気づかない。民衆から上がる、菅マ姫様の声。 その名の意味を尋ねると、あの腰に乗った、姫君は、剣竜手が、民間から迎えた幼女だという答えが返る。タ玉姫、帰ってきた宝物の姫君。その意味を知って愕然とした死日は、次の瞬間行列へと乱入していった。どういうことなの説明して、小園氏。あなたが、お姫様なら私は何実は、夏死日こそが、真のタ玉姫。 剣竜邸が19年前に、お忍び先で見染めた娘との間に生まれた、知られざる、姫君だったのである。なぜこんな取り違えが起こってしまったのか。今年ぐの人々、宮中のその他の人々、すすぎかるさの人々日本語翻訳も2005年に、徳馬書店により出版されている。1998年以降、第3部までドラマが制作された。 1998年に放送された第一部の平均視聴率が47%、翌年に放送された第二部の平均視聴率が54%である。また、マレーシアやシンガポール、ベトナム、タイ、モンゴル、ロシア、ウクライナなどの国々でも放送された。これらのことにより、国産ドラマに危機を感じた当時の韓国三大テレビ局は、 中国語テレビドラマ風鎖例を出し、中国語ドラマが韓国国内で放送することを禁じた。1999年、中国テレビ最高賞、中国テレビ金曜賞最優秀、テレビシリーズ最優秀主演女優賞。日本では、カンタマヒ姫プリンセスの作り方という放題で、第1部のみ、3テレビなどで日本語吹き替え版が放送された。さらに2011年、 コナン英エにて、カンダマ、カクカクのツバメジ変変碑、カンダマ、カクカクの風チゴジン人武器、カンダマ、カクカクのヒトジイズクキの三部構成全96話にて、リメイク版が7月16日から9月8日まで放送されたが、主要登場人物に西洋人の追加、ストーリーの変更があり、中国大陸で論議を読んだ。DVD 発売元、 ビクターエンタテインメント株式会社この記事は以下のカテゴリでも参照できますカンタマヒメプリンセスの作り方に関するカテゴリ。ありがとうございます。